コピーゾンビか。ああ、それでマヤヤたちさらわれたんだ。おそらくな。それでこれからどうしますか？しばらくは様子見するしかないだろう。いまだ救援が来る見込みはないからな。だがこの拠点があれば当分ゾンビの攻撃をしのげるはずだ。本当にそうかしら？前の拠点だって潰されたじゃありませんの。うん、数で攻めてこられるとまずいんだよね。それにレンとかいうリーダーも気になりますね。何？地震！なんかすごい量のゾンビ。でもなんでいきなりそれもこんなにたくさん。ごめんなさい。うわ、なんですか？マヤヤ何かしました？ひょっとしてマヤヤがあの時変な機械に触っちゃったから。ごめんなさいみんな。多分これマヤヤのせいだ。はあ？マヤヤさんが原因でしたの？ならとっとと解決してきてくださいな。レイちゃん、そんな言い方。金崎、お前はそんなこと言える立場なのか？秋葉は救援物資を持って帰ってきた。久保田も何度も危機を察知してくれた。姫路は勘でカードキーを見つけたし、私も拠点を作るのに力を尽くした。それで金崎はみんなのために何をした？いいですわ、こんな程度のゾンビ私一人で全滅させてみせますわ。あ、ちょっと待って。えなみ、あんなこと言わなくてもいいじゃん。マヤヤも行ってくるからね。私も行く。これでよし、今のうちに。レイちゃん、どこ行ったの？あ、レイちゃん？レイちゃんでなくて申し訳ない。初めてお目にかかる私よ。私のゾンビ？あややもいるようだ。さあ人間解剖の時間だ。イエイ！さゆり、ここは私たちが引き受ける。だからさゆりはレイレイを。2人とも。でも大丈夫。さゆり、私たちを信じて。リサ、うん、分かった、頼んだよ。久保田リサ、お前の腕か。お前のような弱虫に私の相手が務まるか？いいねいいね。体が2つ、死体も2つ。おお、あれがマヤヤのコピーか。我ながらどう反応したものやら。マヤヤ、行くよ。いえ、ああ、ごめん、ちょっとどう乗っていいのかよくわからない。ザコばっかりあった。やいしょっと。やいしょっと。まだまだいくよ。まだまだいくよ。マヤヤの後ろに立たない。この私がみそごときに負けたのだ。貴様、本当に久保田梨沙か？なぜだ？なぜ泣き叫ばない？いつものように大好きな私の名を呼んで助けを来い！ねえ、怖い。叫びたいよ。でもね、私決めたの。もうさゆりに頼りきりにはならないって。私は強くなってさゆりと一緒に歩くんだ。消えろ私の弱い心、こいつと一緒に消えていたくなれ。梨沙の自分に負けちった。おいオリジナル、らしくないぞ。他人なんかほっといて自分のことだけ考えて楽しく生きるんじゃなかったのか？うん、だから楽しく生きてるじゃん。あひえー、まややはね、今みんなといるのが楽しいので、そういうことでんじゃ。嘘でしょ。なんかもうちょっとどうにかならなかったのかな。マヤヤのコピーは終わったね。おーしー、じゃあレイレイ探しに行こう。うん、花崎さんの方はさゆりがいれば大丈夫だと思う。それより拠点に戻ろう。上条先輩今一人だし、なんだか胸騒ぎがするの。あ、やっぱりリサリさんも？実はマヤヤも嫌な予感がする。急ごう。あの門からゾンビが、あれを壊せばいいんですのね。まったくどれだけいますの？さすがにちょっと疲れてきましたわ。しまった、まだそんなところに。レイちゃん、やっと見つけたよ。秋葉さん、何しに来たんですの？何って助けに来たんだよ。一人で行っちゃって心配だったんだもん。手助け無用ですわ。これは私の戦いですの。ダメ、私も戦う。どうして？余計なことなさらないでくださいまし。余計ってことないでしょ。私たち仲間なんだよ。仲間？私はあんたの欲しいものを持ってんだ。本当は欲しいんだろう。あんたも仲間。そんなもの私には必要ありません。レイちゃんに必要なくても私には必要なの。私にはレイちゃんが必要だから、一緒に戦うの。なんて身勝手な。身勝手でもいい。なんですの？なんなんですの？私も散々言われましたけど、結局全員身勝手じゃありませんの。秋葉さゆり、何を勝手にしやがれ。そうこなくちゃ。見て、あそこからゾンビが溢れ出してきてる。少しばかり数が多すぎますわね。レイちゃん、私がゾンビを引きつけるからあの門壊して。私頼んだよ、信じてるからね。ほらほら、ゾンビのみんなこっちだよーだ。はいはい、やってやりますわよ。アイドル時代だってそんな無茶ぶりしてくるディレクターはいませんでしたわ。さあ覚悟なさい、ゾンビども。銀河に輝く黄金のバラ、金崎玲様がその門をぶっ壊して差し上げますわ。サイは投げられましたわ。やっ、いただきますわね。チェックメイトですわ。隙ありです、いただきますわね。これでよしですわ。はっ、やっやっ、これでよしですわ。次はどの子かしら。これでよしですわ。これでよしですわ。まるでいいものを見つけましたわ。いいものを見つけましたわ。これでよしです。隙ありですわ。これではっ、これやれやれ、のべつな講師ですか。やっこれでよしですわ。私の相手が務まる。これでよしです。これでよしですわ。はっ、やれやれ、のべつの後なしですこと。どうせもありませんわね。拾っておきましょう。ゾンビいなくなったよ。さすがレイちゃん、当然です。この世界のアイドル金崎レイ様にかかればあんなものどうってことありませんわ。さゆりさんこそ結構やるじゃありませんの。ありがとう。でもほんとレイちゃんが仲間でよかった。あなたほんとえ何？いいえ何でも。さあ戻りましょう。ちょっとねえ今なんて言おうとしたの？ねえ言いません。そんなこと言わずに教えてよ。あなたには言わぬが花という言葉をお送りしますわ。え何それ？帰って辞書でも引きなさいな。先ほどドローンを飛ばしました。まもなく到着すると思います。ありがとうございます。助かります。でも本当に大丈夫ですか？あまり感想ができないのだけど。しかし助かるには最善だと思います。わかりました。成功することを願ってます。ありがとうございます。これでよし。あとはお前たちを片付けて鬱を取りに行くだけだ。私は行かなくちゃいけないんだ。お前たちの相手ばかりしている暇はない。そこを解いてもらおうか。全力で拠点を守るぞ。はいもらうぞ。リロード。リレキが拠点かはっリロード。攻めるぞ。狙い通りリロード。当ててみせるさ。撃ち抜くリロード。そこをどけ。耐えよしはーリロード。シュート。くらえ。あと2分。はぁそこをどけ。シュートリロード。そこをどけ。シュートリロード。当ててみせるさ。リロード。そこをどけ。狙い通り。次も狙うぞ。リロード。よし一撃だ。リロード。リロード。一撃だ。リロード。一撃だ。あと1分。キョリロード。はぁそこだけ回収する。撃ち抜く。拠点に進入。リロード。敵が拠点に進入。解除するぞ。リロード。電撃が拠点に侵入。簡単なことさ。リロード。リロード。そこをどけ。リロード。そこをどけ。はぁリロード。ミッションコンプリートだ。拠点はもう長くは持たないぞ。終わったか。さてペナミーン、姫路もう戻ってきたのか。なんか嫌な予感がして。でも心配しすぎだったみたいですね。さすが上条先輩です。これだけのゾンビを一人でなんて。あれでもなんでここに集まったんだろう。あ、先輩どちらへ。救援物資を取りに行ってくる。久保田と姫路はここを守っていてくれ。先輩、やっぱり胸騒ぎが収まらない。リサリサ、ちょっとここお願い。マヤやエナミンについてく。マヤやエナミン多分一人で無茶する気だよ。幼なじみだからわかるの。リサリサもさゆりんとレイレイが帰ってきたら一緒に来て頼んだよ。あ、わかった、気をつけて。エナミンのバカ、何する気だよ。さゆり、よかった、戻ってきてくれて。リサ、なんかあったの？エナミさんとマヤヤちゃんよ。それだね。救援物資を取りに行くと言って出て行った上条さんを追って姫路さんも出て行ったと。それのどこが大変なんですの？マヤヤが上条先輩は何か無茶をしようとしてるって。無茶、分かった、行こう。行くってどこに行きますのよ。二人の後を追いかけるんだよ。ま、聞くまでもありませんでしたわね。さあ行きましょう。は、はい。あった、コンテナだ。とその前にゾンビちゃんたちがたくさんいますわね。さーてゾンビどもを蹴散らしてコンテナへ向かいましょう。行きますわよ。うん、あ、はい。なんか2人仲良くなってる気が。もう逃げないから。空っぽだ。上条さんは一体何を考えているのかしら。ちょっと待って、コンテナの隅なんか紙が落ちてる。メモみたい。爆弾。爆弾って爆弾？うん、しかもこれマユヤちゃんの字だよ。爆弾なんてまた。ああ、なるほど。上条さんたら随分派手に出ますわね。どういう意味？マヤヤさんの無茶をするという言葉を信じるなら、まさか自爆とまではいかなくても敵拠点への特攻ですわね。そんな。まあ上条さんらしいといえばらしいですわね。これは危険だから人には任せられない。自分でなければ失敗するかもしれないとか考えてるんですのよ、きっとね。どうするさゆり。決まってるでしょ、追いかけるだと思いましたわ。いいですわよ、私も付き合いますわ。レイちゃんありがとう。さゆり私も行くよ。うん、リサも一緒に行こう。えなみさんを一人で行かせちゃダメだ。くれたかな。姫路どうしてついてくる。えなみんこそなんで一人で行こうとするの。ここから先どんな危険があるかわからないからだ。だったら余計にだよ、一人で行っちゃダメだってば。これは私が思いついた作戦なんだ。他人を巻き込むわけにはいかない。だからお前は。他人じゃない、マヤヤも一緒に行く。姫路、わがままを言うな。わがままはお互い様でしょ。姫路、私はお前のことを思って。マヤヤだってエナミンのことを思ってるんだよ。だからマヤヤもみんなももっと信じてよ。すごい数だ。大丈夫、2人なら半分で済むよ。いくぞー。あっちかなまだまだ行くよ。おお、拾った。ほら、まだまだ行くよ。よいしょ。しい安全なシーナ。まだまだ行くよ。おお、まだまだ行くよ。よいしょ。おお、いやいや、それぞれの突撃だ。おお、それだけ。 リロード。疲れた。どうだゾンゾンたち、参ったか。姫路、変わったな。そう？ まあこの状況で変わらない人はいないでしょう。状況のせいだけじゃないけどね。時々いるよね、ああいう無意識に人に影響を与えちゃう人って。秋葉かマヤやああいうタイプ苦手だったんだけどな。彼女のおじいさんは武道の達人だそうだ。 一度お会いしてみたいな。じゃあちゃんと生きて帰らないとね。そうだな。姫路、ありがとう。これからもよろしく頼む。何を今さらってやつそうだな。よし、それじゃあ先に行こう。 この爆弾でコピーゾンビの発生装置とヘリを妨害する電波の発生源を破壊する。そうすれば戦いは楽になるし、救援のヘリを呼ぶこともできるからな。もう少しでうちに帰れる。頑張ろう。うん、えなみん、背中を任せて。頼りにしているぞ、親友。 二人ともどこに行ったんだろう。爆弾を仕掛けるなら中枢でなければ意味がありませんわ。じゃあとにかく奥だね。奥とも限りませんけど大体はそうですわね。でもどっちが奥？そんなこと私に聞かれても。ゾンビが倒されてる方に行けば二人ともいるんじゃない？久保田さん、あ、はい。 レイレイポイント100点差し上げますわ。はあ、ありがとうございます。なんだろう、レイレイポイントって。じゃあこっちだ。行くよ。なんて拳の勢いだ。 なんかこいつボスっぽいよ。はあ、つまりこの奥が大切な施設だってことだ。しかしこれでは近づけないな。マヤヤがトラップで何とかしてみる。エナミン、下がってて。姫路、ダメだ、不用意に近づくな。うわっ、姫路。 ゾンビのくせにいい拳ではありませんの。金崎、えなみさん、まややちゃん、二人までみんな来てくれた。当然ヒロインは間一髪でやってくるのですわ。さあ皆さん、お下がりになって。こいつの相手は私が引き受けますわ。金崎は先輩、ここはレイちゃんに任せて。金崎、すまない。上条さん、レイレイポイント50点貸しですわよ。出たー、アイドルレイレイのレイレイポイント。はレイレイ握手会でレイレイからもらえる伝説のアイドルポイント。100ポイント貯まると何かよくわかんないいいことがあるという。あれ、私さっき100点もらった。おにえ、ずるいぞリサリサ。とにかく下がってみんな。いらっしゃい、醜いゾンビさん。可能なら実行する、不可能でも断行する。今日の私、最強ですわよ。さあ、戦いますわよ。次だって私に勝ちたいならば、もう一回死んで出直していらっしゃいな。はっ、さすがレイレイ。いえ、この程度当然ですわ。でもこぶしって言いながらなんで蹴ってばっかりいるの？それはもちろん手加減してあげてるのですわ。手加減してそんなに強いの？ギュンギュン、かっこいい。アキヤ、どうしてここがわかった？マヤヤちゃんが手がかりを残してくれたんです。姫路が？そうか。アキヤ、久保田、金崎、そして姫路。今回のことは私が悪かった。すまない。これからは、いや、これからもよろしく頼む。当然、この金崎玲様にどーんとお任せなさい。いや、お前はまだいまいち信用できない。なんでですのよ。それで先輩、爆弾でこの地下を壊すんですか？ああ、みんな私の作戦を聞いてくれ。